あなたのマナは、言霊は？僕は。あなたは？僕はケイだ。これは僕のために考えられたことだな。そして僕がケイである限り、お前たちの主は沈んだままだ。そうなの。面白くないの。本当に。そうよ、御影。この器を壊してしまえば、別の器に移ってくださるかしら。姉様、それは無理ではないかと。そう、普通の人の体では奴の分け身玉は受け入れられない。小さな風船に水を詰め込み続けると限界を超えたところで破裂してしまう。そして水は器に従うものだ。ある種のつきもののように、水が器の形を変えてしまうこともままあるけれど、どちらにせよ、器、より城を持たない霊体は、己という形を保てずに、虚空へと帰っていく。いくら主とはいえ、分け身玉では長く持たないだろうね。じゃあ、やっぱり、分け身玉は諦めて、あの木の下の主様自身を、助け出すしかないよね。そんなことをさせるものか。宇月さん、あなたが僕を切りたがっているのはわかるけど、五越同宗というわけか。別に僕はあなたのことを嫌っているわけでも、敵とみなしているわけでもないんだけど。御任しに H リベンジ召喚。力でこさえた障壁に私たちの姿を映した。まやかしではあっても幻ではない確かな現象。
ケイちゃん。私の力で治してあげるから。だからケイちゃん。知らないで。あなたがやったのよ。あなたが切ったのよ。ふふ、心ががら空き、好きだらけ。私の邪詞は通じないんじゃなかったかしら。何をそんなにおののいているの。そう、前にも切ったのね。あなたは人を切っている。あなたは鬼切り役の座を人を切って手に入れたのね。鬼は一体誰なのかしら。実のお兄様を手にかけるだなんて。肉親の血で手を赤く濡らすだなんて。それにしてももったいない。こんなに煮えの血をこぼすだなんて。頑張って。
それに触るな！しくてたまらないったら、あなた一体どうしちゃったの？約束したんだ、計算を守ると。それで今さらそんなことを？私にできるのは鬼を斬ることだけだから。鬼は斬ることでしか守れないのだから。そう、それなら、それなら切るしかないでしょうね。その破妖の太刀で切ればいい。その赤い泉に映っているでしょ、あなたの大切な人たちを切った鬼の姿が。私はあなたが守ると約束した刑を切ったのよ。あなたが刑を裏切ったのよ、鬼ね、鬼よ。そんな鬼は切られてしまえばいい。鬼は切られて、そうだ。そう、そのまま切ってしまえばいいのよ。その鬼はあなたの大切なものを奪った鬼だから。そうだ、兄さんとケイさんの仇を。やめるんだ。彼女たちの声に耳を傾けるな。鬼の声に惑わされるな。それにまだケイは死んでいないんだ。ムズキさん、糸を借りる。千羽刀の鬼切り役の証であるこの太刀を。ああ、はあ。僕は今本当に腹を立てているんだよ。僕が一日遅かったばかりこんなことになるなんて。自分の不甲斐なさに我慢ができなくなる。だけどそれ以上に君たちに対しては、どれだけのものを君たちに、君たちの主に奪われてきたか分かるかい？
ねえ、ミカゲ、これは逃げるべきかしら。逃がすものか！知るのではなく滅却する。主様、僕はケイだ。主がいるのはレンジの木の下で、それもユーネーが封じている。主が来ない。まさか本当に来たのか。今のあなたは鬼だった。鬼では主様は抑えきれない。